おはようございます。えー、今日の話は「あーマーケーターのように生きろ」という井上大輔さんの本の中から同名の題で書きました、えー、当時私は外資系のの企企業で広告の企画担当をやっていました。ある日、えー、本社から幹部が来日す,することになりその接待を私が担当することになったんですでその時外国人の上司から言われたのは「エンターテインメントの担当は君がやってくれ」ということでした。 英語では接待のこととをエンンターテイメントと言いますその時初めてそれを知った私は急に視界が開けたような気持ちになりましたそうかエンターテインメントとは接待なんだと接待である以上スタート地点はあくまで相手です相手をよく知り相手の立場に立って自分たちにできる精一杯を尽くすそれこそがエンターテインメントなんだと心得ましたまずは相手を楽しませる必要があります 自分自身を表現するより相手の役に立つを意識するようになると昇進やスステップアッププアのスピードが明らかに変わってきました人前で話すときはまず聞き手をしっかりと理解し聞き手が何を求めているかを意識するようになりましたすると講演や研修講師番組出演の依頼など副業として受けきれないほどの仕事が来るようになりました。 文章を書く際も読み手の視点から構想し読み手が求めることを常に意識するようになりましたすると何気なく書いたブログが注目され記事の寄稿や連載の依頼をいただくようになりついには本を書くようになりました SNS のフォロワーはもう数百から数,数万に伸ばすことができましたつまるところそうした心がけを通じて私は昔に比べて人から必要としてもらえるようになったのです これはスティーブ・ジョブスは言わずと知れた天才ですけれどもスティーブ・ジョブスはまあこのカリスマですよね。でじゃあ多くのカリスマではない人はどうしたらいいでしょうかどうすればイノベーションを生み出すことができるかそれはやはり顧客からスタートすることです。本人が分かっていても言葉にできないことやそもそも自覚すらしていないことまで含めて顧客を理解するのです。マーケットのように考えるとは スティーブ・ジョブズのようなカリスマではない人が小さなそして時に大きなイノベーションを生み出す最も確実な方策でもあるのです。 マーケティングというのはとどのつまり相手にとっての価値を生み出しそれを伝え相手の持つ価値と交換してもらうことだと言っています逆に言うならどんな価値であっても相手がそれを感じられなければそこには価値はないということですねそのためには相手の役に立つことを考えるそしてそれはエンターテインメントという相手を喜ばせることを考えることでもあるんですねじゃあ今日はこれで終わります